やってはいけないミスをここに来て気づく。ちょっとやばいじゃん。はい、オーバーしてる。ん？やばい、車検通らんとこでやってしまった。え？何本あったらいけんの？3万もいるって書いてる。3400円。2000円切れないの。やば。やばい、ほんまにやばいわ。どこで間違えた？ちょっと待って、向こうも測るわ。向こうも測ってどれぐらい？これなんかおかしいことしたんか。どうもこんにちは。それではボディを切っていく。すぐ解決することなんで、さっさと切って合体させていきますよ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。そう、次回いよいよ運搬なんですが、その前に前回の争いであったように、いやー不死鳥の核ですよ。全長が長すぎて、これからボディパネルをカットしていきます。皆さんよく覚えててくださいね。この後ろの形状、やっぱりちょっと短くなってますからね。そんなことで気を取り直してカットしていきます。いやー一生の価格でした。 K の規格だと3400なんですよ。でそれが3420あって、もし片側が短かったらただ横にひねってるだけだと思ったら、しっかり両方ともオーバーしましたね。これはなぜかということで、原因はある程度分かりました。床を引きましたよね、最初。あの時に最大全長で引いてたっぽいですね。だから、後ろに形状を追加した時に2センチオーバーしたのかなと、ここで結論が出ましたわ。で、もういらない部分を切除して、幅詰め作業なんですが、どうってことないですよ、この作業は。むしろ、綺麗に耳が成形できて、もう良かったなぐらいに思ってますよね。あのままだとちょっと結局外したらワシャワシャになるじゃないですか。見えないところですが、なんかちょっと気にはなってたんですよ。もっと綺麗にしたかったなと思って、またできるからもういいかなと思います。あと次回が最後のトレーラー動画になります。よっしゃ、晴れたぞ。これで縮小加工終わりました。お風呂入れられたな。かわいい。ちっちゃくなっててカリカリなんて。お風呂入った。お風呂入った。お風呂入った。かわいいな。セロちゃんかわいい。お風呂入ったんて。24時間かけて幅を詰めて、さらにここまで来ました。いやー詰めましたね。だいぶ詰めたといっても3、4センチぐらいなんですけどね。で切った歯切れがここ、約4センチか5センチぐらい切りましたよ。で今からそうですね、この部分成形だけして、で、あともしかしたら天井切らないとダメですね。でもちょっと思ったんですよ。前側にちょっとなんか、取り付けれるもんがあるんやったら、そこ換気扇置けるように隙間が4、5センチ空くんで、だったらそこ生かすかと思いながらちょっとやってます。こんな感じやね。よっしゃ、じゃあやるでー。それでは、両面を削っていく。というわけで、ここチリがね、覆ってないとダメですからね。チリ合わせで一応削ってますね。その後に成形作業って感じです。一応切った部分はピタリと合うんですが、それをさらにピタリと合わせるためにね、このチリ合わせが必要です。今日こちら、とりあえず、オールナイトで、なんとか行きました。というわけで。
やっていきます。よっしゃ、もうあらかたの造形は終わりましたね。あとはまあある程度したらガクちゃんに任せるんですけど、まあ、それでもある程度の面を出しておかないと、あのガクちゃんがかわいそうだからね。よしよし。で、あと上の面ちょっとだけ成形しておしまいですかね。あと接続して明日臨時ナンバー取って感じですね。よいしょ、これで寸法めっちゃ詰まりました。あとはちょっと飛び出してるとこカットしたり、上の成形して一回ルーフを収めて、でそのままだとやっぱ長さ的に問題がちょっとまあ短くなるんで当然出てくるんで、そのあたりはまあ発泡ウレタンとかで調整しようかなと思ったんですが、換気扇、ボディにむき出しの換気扇出さなくていい方法って何やろうなって考えた時に、ちょうどその前に隙間がね短くした部分だけ前にルーフが飛び出るんで、この部分に、換気扇をね素でつけたらスマートでいいかなと、まあちょっと失敗から出た成功みたいな感じですね。じゃあちょっと仮眠して、作業していきます。ちょっと体が限界です。ちょっと気持ち多かったよ、ね、まあでもここまで来るんじゃない、いい感じや。
来た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 。僕の予想ここまでか。よっしゃ。これでスライドアウトの外周パネル、アップルダウン終わりました。あとはこの削ってファイバー巻いたらおしまいなんで、ここ早いですね。よっしゃよっしゃ。これでオールオッケーかな。終わっちゃいましたね。あとルーフがちょっとどれぐらい出るかですね。そしてスライドアウトパネルのね、外回りを今度はカットしていきます。なんで肉盛りでポコンと膨らませてるかというと、この後に、ね、ダイヤカットというね、加工をしていきます。これをすると1枚のペラペラの板じゃなくて、もうダイヤカットされてる部分がプレス形状でね、パネル自体が強くなるんですよ。なのでこれをダイヤカット形状にするためにちょっと盛り上げて掘り落とすという、まあ、方法ですね。で、ノコギリ切りながら、やすりながらって感じで、ちょっと時間かかりました、ここ。そしてレーザーで縦軸を測定して、この部分をまっすぐにカットしていきます。これがダイヤカットのエンドになる部分ですね。一応左右合わせておきましょう。というわけで横を切って、縦を切ってって感じで、まあ一応この形が決まったら、ここから2センチバックさせた線でね、引いて、そこを斜めに掘り落としてダイヤカット化していくって感じです。まあちなみにこれスライドアウトを格納した時に、四角のフレーム化するので、まあ、前後のたわみが減るというのと、斜めにね、たわみもなくなるんですよ。というわけでこのパネルを採用します。ちなみにスライドアウトの、ボディはルーフで被るんで、外出しは心配ないです。よっしゃ、いった。あとは成形しながらファイバー巻くだけ。そして大きな隙間とかちっちゃなへこぼこあるんで、ここはね、すべてタルクパテで埋めていきます。でタルクパテで埋めた後に、タルクパテで顔真しにくいので、もう先に形状にね、塗り込んでおきます。その後に FLP をやると樹脂の染み込みが、大幅に下がるので作業がしやすいです。吸い込みすぎると樹脂がブヨブヨになるので、この辺も気をつけましょう。あと発泡リタンの調合をミスったら溶けちゃうんで、その辺も気をつけないといけませんね。
それでは試作編はもう、次回でおしまいとなりました。まあここに来るまでにね、本当にたくさんのいろんなことがありましたが、まあ全然無駄じゃなかったなと思えています。まあ最初は自作でね、イベントに出すとか自分が使うことだけで作ったキャンピングトレーラーだったんですが、令和の虎のね方々のおかげで、ようやくなんか仕事としてこれが本当に実用していくんだなと思って本当にもう感謝してます。特にまあ北川社長はなんかいろんなね方面でアドバイスくださったりまあしまして、もちろんその他の虎の皆さんもねなんか僕の思いに共感してくださってなんかめちゃめちゃ感謝します。やっぱりチャレンジはせなあかんなと改めて思いましたね。いやそしてねやっぱり一つのものをねまあ600日間も作り続けるっていうのはちょっとほんまに尋常じゃないぐらい、根性いるなと思いましたけども、まあこれからは試作としてねいろんなもので作っていきたいと思います。まあこの思いだけは絶対忘れないようにねしたいですよね。まあそしてトレーラー編はまあ次回運搬動画、まあちょこちょこ作業した後に運搬動画になるんですが、ここからマスター成形に入ります。そして、次回の運搬動画でトレーラー編は一旦幕を下ろします。まあ次披露するときはね塗装から上がったときなんで楽しみにしていてください。そして皆さん本当にこれまで長い間ありがとうございました。引き続き僕もものづくりしていくんで楽しみにしていてください。本当に感謝いっぱいです。ありがとうございました。それでは次回をお楽しみにしていてください。ではでは。